古新聞をやってこういうの作るんだ今、はい、あ それを壁にベーッとつけるの、はい新聞紙って保温性が高くてすごい高いよね、うん、はい、あったかいんですね、よく昔先々週のあれでやったよ、リフォームのテレ朝の方で新聞屋のとこ行ってすっげえ山になってよく昔ね、ホームレスがね、新聞紙そうなんです、体にね、巻いたりしてたし、ね、あの野菜とかいろんなものを新聞紙に包むっていうのもだってもうな、白菜なんか全部な、はい、新聞紙に包んで置いてあるもんな、はい、保温と調湿なんですよ。新聞紙って湿気をこう吸ったり吐いたりできるので、その湿気をコントロールしてくれる。だからな、あれ10月とか今でやるな、うん、で、その古倉庫に積んだ新聞紙一個ずつ出しちゃ食ってる再利用して、細かく砕いてこういう断熱材にしてます。断熱材用なんだよ。はい、これで壁くっつけちゃう、ベーッと家の中の暖かい空気が外に逃げないように、保温ですね。あと外が寒い冷たい空気が家の中に入ってこないように、家の中のいわゆるその保温効果、断熱材です。これを、壁の中に入れるんです。で、こういう細かいものなので、あの隙間なく隅々まで入るってことですね。はい、それがすごくその断熱効果になるんです。あの暖かいダウンジャケットとかセーターでも、あの穴開いてたらスースーするのと一緒で、断熱も隙間を作ってはいけない、そういう目的があるので、こういうあの綿状のものをこう空気と一緒に送り込んで入れておくと。入れちゃうんだ。はい、そうすると隙間ができないんですね。それを冬は暖かくていいけど、はい、逆に夏は暖かすぎちゃう。夏は外の暑い熱を入れない。入れない。あ、入れないんだ。クーラーつけた時の効果が効きがいいんです。クーラー逆にね。ここは入れるかどうかまだこれからです。はい、一応予備での排水はする予定です。あ、排水するといいね。はい。でも誰もないからね。一軒もないから。クーラー入ってるそうですね。ただね、この暑さはね、はい、もう3年、4年ぐらい前ともう段違いに違う、はい、もう家の中にいれば涼しいんだから、真夏はこの辺はすごくそうそうなの。ところがそれがだんだんなくなってきたの、最近。そうですよね。そう、うん、本当にクーラー入れなきゃいけなくなる、あの、なんていうの、気候にねなってきてるね。地球変動じゃないか、はい、だからちゃんともうねつけられるようにしといたのに。はい、そうですね。あ、つけなきゃつけないよ。あれが多分エアコンの、うん、あそこにある、はい、上にあるやつの。いや、本当にひどいもんだって、ね、去年なんか暑くて暑くてこれが毎年かなって感じだったもん。で、これを手で入れられないので、それでこれ入れる、機械で入れると。それを今、あの実際にお見せしますので、はい、ご覧ください。どうやってやる。こう壁の中に入れるので、結局紙が、そうですね、あの壁を袋状にしてあげないといけないです。逆にね。はい。で、まずこの紙を貼ります。くっつかないよね、なんか。そうですね、これ自体はくっつかないので、くっつかない、はい、埋めちゃうんだよ。袋を使って袋を作る。最近のリフォルム、あの、テレ朝見てるとだいたい全部これだよね。昔はムクムクしてやったけど、この間初めて見たよ、新聞の工場って。
の泡みたいなのがあるじゃないですか。はい、ありますね。ね、はい、あれがこれだとこっちの方が安いでしょ。こっちの方が高いんですよ。高いの。はい。あの日本で一番使われてない断熱材なんです。なるほど。なのでまだまだはい、いっぱい出てくると安くなると思うんですけど。これ全部埋めるの大変だね。だけど考えてみたら、そうですね。ねえ、和紙みたいな。これは、和紙ではなくて、これポリエステルの、あ、はい、ペットボトルの、まあ、リサイクルですね。すごい力なんで、うん、はい、始めます。始めますね。くっついてくるんだよ。ペタッとくっついてくる。くっつかないんですよ。くっつかない、くっつかないから止めた、はい、圧縮して入れていくんですね。あ、掃除機を吸っていっぱいになったら、いっぱいになるとひっくり返しても詰まって出てないんですよ。それと同じね、ようにしちゃう。はい。あそこに作るんですか。それでは。ええー。で、ブワーッ。ええけるだけなので。
こっから下は入ってるので、ちょっと触ってみてください。うわ、すげえ、パンパン、ちゃんとなかった。ほら。すごい。すごい。すごいよ。これじゃ寒くねえ。ただ、こういう綿状のものなので、形で固めてたりとか、止まってるものではないので、長い間、重力があるから下がる。あ、なるほどね。その心配があるので、下がらない工夫をしてやっております。なるほどね。で、実際に、今入れるために紙を貼ったんですけど、紙がないとやっぱり出てきちゃうようなイメージありますよね。ちょっとこの上を何するの？あ、ここにあとは中の壁を貼ります。あ、なるほどね。実際に中の状況を開いてみます。ほら、あんなに詰まってるから。このままですね。これ水分なので、水も何にもないです。含んでもいないの？ないです。もうかなりの圧縮を入れてますので、すごいね。で、真ん中を取っても落ちてこない、パンパンに入ってますから。本当だ、すごい。で、隅々まで入ってるので、うわ、例えばこういう電気の配線ですとか、あ、そういうとこね、こういう金物のところの隙間とか、はいはい、細かいところにも入ってきます。隙間はもう絶対埋まっちゃうんだ。そうですね。なるほどね。すごい、ありがとうございました。こういう断熱祭でございます。なるほど、頑張ってください。こういう建物の仕方があるっていうのすごいね。これはすごい家だ。天井が高いし。